ザ・ギフトのラジオキーパンパンとレディオ。どうもーザ・ギフトです。この声が宮原豊です。そしてこの声が萩原ハヤテです。よろしくお願いします。チューニングをバッチリマリちゃん。ということで、この番組は現在社会人で芸歴0年目の素人幼馴染芸人が将来地上波で番組を持つために今のうちからラジオの筋肉を鍛えておこうというテーマでお送りする30分間です。YouTube、Apple Podcast、Spotify にて、毎週火曜夜9時に公開しております、ね、ということで火曜になっております、はい、YouTube では実写の映像も合わせて公開しておりますのでぜひご覧ください。はい、番組後半では2人が気になったニュースについて切り込んでいくザ・リフトニュースペーパーのコーナー、はい、そして自称音楽好きの2人が聴いてほしい曲を紹介するザ・リフトミュージックフェアのコーナーもございますのでぜひぜひ最後までお付き合いください。またこの番組では一応お便りを募集しております。送り方が、これ前のやつでさ、前の原稿でちょっともう一回やります。またこの番組では一応お便りを募集しております。もう一回言っていいですか。いや送りパターンで送りちゃちゃ全然違うことが書いてあるぞ。これなんじゃないですか。それだわ多分、うん、いやこれ違う、これも違う、これもずっと前です。それも思ってんのが正義。またこの番組ではお便りを募集しております。概要欄からね、お便りフォームに飛んで送っていただけますのでぜひぜひお願いいたします。ということでこれさ今、はい、だからさ冒頭のところで一回また今切れたってことだよね、うん、そうだね、一回カットが入ってます。まだこの読みで切るんだね。俺らまだミスってるよ最初。まださ、この初めのこの何で読む、あ、もう一回言って今一回入ったってことでしょ。修復不可能な感じで間違えるっていうね。それをうまいことさ、なんかこう上げていけよ。それも何にも伸びないの、うん、のじゃなくてさ、あのまあ送りパターって言うよ。送りパターはって言っちゃう。20回のうち15回ぐらいは送りパターって言ってるよね。送り方が2パターンありましてとかっていうのは最近もうもっぱらずっと毎週送りパターンつってるよね。そうかな、分からんけど送りパターンって。だってこの原稿がさ2021年3月4日仮収録って書いてあるの。前のやつのライブだもう全然変わってる。全然変わってない。全然構築して読んでんの。そう古いのを。そうすごい。だからよだからか。はい、だから今日も火曜日だから20何回目ですか、わかりませんけど22、3。俺らの年も22、3だし。そうや、23が6、2が8ときて最後は2が10で、そういうことで書いて、なんか初めの頃に戻ってる、うん、なんかテクニック。俺シャープ2か3でなんか2号10、10かってなんかやっと記憶がやった。もう分かんないんだよね何が戻ってたの初めに。そうだから1回目に戻ろう。技術もそう思いもなんかいい、ね、そういいね、いいことじゃないですか。そうか、うん、そうです。はい、あ、ワクチン打ちました。お、思った。はい、ワクチン打っていましたよ。あ、そうですか。1回目1回目。え、なんかサイファーの方。え、ファイザー平塚サイファーの方か。え、何、平塚サイファー全然噛み合ってない、全然噛み合ってない。出た。何が、何アドレナリン。おぼっきしたよ。したうん。あ、そう。おぼっきが4時間止まらなかった。すごい。え、そうそんな報道に出てねえ。そう。いろんな闇があっからね、やっぱ。本当にファイザーそれ。なんだろうね。変な打ってない。変な打ってるかもね。わかんない。何が今混ざってるかわかんないからね。まあ、金属片だね。まあでもさ、みんな不安だろうから、俺やっぱ言ったから。本当ちょっとなんか感情してて、俺もね、先陣切って言ってるから。俺も来月とかよ、だから。あ、決まったの。そう、決まってはいる。そうなんだ。なるほど、ね。感情してほしいよね。まあでもあんまもう本当に全然、大丈夫だから。みんな気にしないでもらって大丈夫。あ、そう。そう、もうリラックス。いつ？いつ、今週だから3日ぐらい前で、うん、だから、まあ、流れを俺が教えてやるよ。だから教えてほしい。だからまず、まあ、会場行ってさ、うん、それなんか、まあ、あんちゃんみたいにいるから、あんちゃんいるからで、まあ、まず消毒よ、まあ、やっぱ、ね、まあないですよ、ね、消毒、うんうん、でそしたら、まあ、なんつうの、待合室、待合所わかんないけど、なんかまあ連れて行かれるから、なんか全体のあのなんか集団でやるやつ、まあそう、あ、そうなんかわかんないけど、まあ、待合室みたいなのあるからそこ連れて行かれて、じゃあまあ何かいるよ。うんうん、みんなさ、でもさ、結構。並んでんだ。そう、なんか、並んでるっすか、まあ座ってんね。あ、そうなんですか。そう。でもみんな結構なんかもう、俺は大丈夫っす、みたいな。
顔してるから甘くて言ってもなんかわかんない。俺はまあ平気っすみたいな、みんな手探りやからさ。あ、みんな緊張してるってことか。みんな緊張してんのかな。まあまあ、ね、あんまね、そういう感じをとうとう自分の番やってきたみたいな感じある。まあそうそう、だからもうみんななんかもう済ましたりとか、俺平気っすみたいな感じいるから、うんうん、でまあ別にいいのいいの、リラックスしとけば全然大丈夫だから全然、うんうん、リラックスして、でまあ待ってたらさ呼ばれて、まあ、こっちですみたいな感じで、うんうんうん、まあなんかこうなんつうの、こ半個室みたいな、なってるから半個室みたいな部屋っつうか、なんかこうブースいっぱいあるから、でそこ案内されるから、なんか入って、そしたらまあなんかもう女の子出てくるから、もうそっからもううん大丈夫、もうチンコ出してもいいし、別にもうおっぱい、ちょっと待って風俗行ってます。え、風俗行ってます。いや行ってない、ワクチンピンクサロンに。いやいや、ワクチン行ってます。いやいや、だって終わった後だって2回目のだって接種券もらったしね。風俗行ってますよね。いやいや、ちゃんと接種券もらったよ、2回目の接種券。うん、だからなんか手紙みたいな、なんか豊かっこええみたいなね、なんかまた次も来てくださいみたいな蛍光ペンでね、うん、次だから500円引きになるやつだろ。そう、500円引きになるから、もう2回目引きください。ピンクサロンじゃん。ピンクサロン、ピンクサロンの話してんじゃん。え俺、じゃあ俺ピンクサロンの話じゃない。え、俺じゃない、ワクチン接種と交えて俺ピンサロン行ってんの。何なのその白々しいやつピンサロン行ってんの俺。ピンサロンじゃないそれ。平塚でしょ。うん、そう、絶対そうだよ。マジで平塚だろ俺。ピンサロン行ってんの間違えて。パールロードのだろ。パールロードのそれは、それ風俗です。あ、そうですか。あ、じゃあ俺風俗行っちゃった、間違えて。風俗の話じゃん。うん、風俗行っちゃった気持ちよくなって。教えてくれよ接種の話を俺ピンサロ、お前の風俗談義いいよ。ピンサロなんか行ったこと、風俗ルポ行ったことないからさ、一応 Google で流れ調べて、ピンサロの何その行ったことないそれいる今の行ったことない、その最後のやつ。そういうのないから。あれって終わらせろよ何ちょっと最後さ一回閉じてさ、いやいや、もうこれそのアポなんみたいな、わざわざ調べましたみたいなことで何なのそのなんかずるい感じですよ。じゃあ集団接種教えてよ。ああ、接種ね。いや、行きました行きました、それは本当。それ打ちました。何にもなさすぎて嘘なんしてお前いや、日々何もないから、ないけど何も起きないから、やっと持ってきたと思った。嘘いや、嘘です、嘘じゃないですよ、本当に打ちましたよ。いやでも、ね、もう大体でも本当に同じ、いや流れはピンサロと同じでもね、うん、そうだね、そうなんだよ、ピンサロと同じなんだよ大体。でお医者さんがブースブースって言ったら本当に半個室の薄いカーテンみたいなので、でパーテーションでグレーって、そうそうそう、分かれてて、それのだから その座るところがリクライニングでないだけで、そうそうだね、ちゃんと椅子になってる、うん、ちゃんと椅子、パイプ椅子みたいな、あのなんか普通に足伸ばせないけど、うん、そう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 、伸ばせるか伸ばせないかの違い、ほぼピンサロだから、うん、なるほどね。そうそうそう、だからでも注射も怖いしさ、うん、そのコロナのさワクチンなんかさ、うん、もう打ったこともないからさ、うん、副反応なんだ、怖いじゃん。怖いね。だからさ、もう俺お医者さん前にしてさ、もう大泣きしちゃって、ギャン泣きしちゃって俺、ね、怖くて。そうなの。そう、怖くてもうギャン泣きしちゃったら気持ち悪いな。もうだからもうお医者さんもちょっと痺れ気がして、もう分かりましたっつって、もうこれ終わったらご褒美でもうシールあげますからって、ケロケロケロッピの小児科じゃんシールあげますからっつって、ケロケロケロッピってのがまた古い、ケロケロケロッピのシールもらえますかっつったら、俺もうそれでもうスッと泣きやんで、小児科じゃん本当のこと教えてよまた嘘じゃん、嘘ばっかじゃん。だから本当にだよ、本当に怖いから。で筋肉注射って言うじゃん、うん、で筋肉言うさが痛そうじゃん、確かにね、なんかその腫れるとかさ言うね、だから上がんないとか言う、だから俺ケツに言ってくださいっつってアナルに、そしたら医者も医者でさ、いいですよなんつっちゃって、ケツに何でお前竹締めもみたいないいですよって言ったらね、あのケツにも打ってもらったんですよ。そしたらね、お医者さんはね、その針も取ってね、あ、先っぽにうんこついてますねなんて言っちゃって、ね、匂いなんか改善たりしてみたりしてね、あなたも嗅ぎますからって言っちゃってね、二人してね、くせえなんつっちゃってね、バカ野郎ってね、でこの針次の方にも使いますからなんつっちゃってね、バカ野郎っていいんだよそれは9割方できてんじゃん。できて9、ほぼで完璧だったけど今意外とぐだぐだで終わんのかなと思ったら結構綺麗にいったね今ね いいんだよ本当にいいんだよ本当にいいんですよ。いやでもか、いやマジ打ちました。でもえ、準備とかした？なんかほら熱が出るのを予測してさ、あでポカリ飲んだね、本当ガチの話で言うとポカリを。え、全然出なかった熱？あで本当に言うと熱は出なかった全然。ただねやっぱね肩痛くない。やっぱ肩は絶対痛いねみんなね。うん、肩痛い。俺だからそのモデルナとかだともっとすごいって言うけど、俺ファイザーだったけどさ。
え、なんだ痛いってみんなさ痛いってあれ言わなくて、いやいやちょっと痛いだけどうぞ、なんかさ、いやいや、え、なんか筋肉痛なのって言うと、いや、なんか なんていうか痛いの、うちはわかるから、あと上がんないしか言わないじゃん、うちはわかるから、あれ、なんだ、お前もこっちの世界来いって、みんなダマなの、うっちゃわかるから、みんな封じられてるの、うっちゃわかるから、こっちの世界早く来いって、そっちか、うん、でもなんかね、俺も来月だわ、うん、でも本当に別に注射自体は本当に痛くないし、うん、でもなんかその問診みたいなさ、小児喘息みたいなの持ってたから、うん、それ言ったらなんか、ね、赤いガムテープみたいなの貼られて、なんか集中的にあなたのことを見張りますからね言われて、で最後さ、それはずいな、そう、そこにでっかい赤いガムテープ、お前喘息持ちの、お喘息持ちだよ、マジで、昔ね、今はないけど一回も知らなかった、あ、本当にちっちゃい頃だって家にあって吸入、そうだよ、お前そのタイプの子だったの、吸入だよ、あ、吸入っ子、吸入鍵っ子的な、いわゆる、そうそうそう、いわゆる、そうなの、ほん、なんか喘息ってさ、結構ほら子供の頃ってさ、うん、もう喘息のやつはもう結構有、うん、有名人有名人、お前喘息だからさ、あ、いや俺隠れ喘息、隠れ喘息、お前全然知らなかった、そう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 、だからそれ言ったらもう赤いシール貼られて、だいたい赤い、なんか分かんない、赤いガムテープの、ガムテープ破片みたいなのをバミそうそう、バミバミっときます、そうで、なんかさ、最後さ15分ぐらい待機するんだけど、その打った直後ね、なんかアナフィラキシーとか出ちゃって、なんか俺だけなんか30分待たされて、バミられて、バミられて、そうで集中にってなっちゃう可能性あるから、そうそう、まあ勝利だからね、もうないと思うんだけど、でも暇だからさ、初めて俺その待機時間でさ、スマホで漫画買っちゃったよ、静かなるドン、すごい楽しんでそう、献血行ったことじゃん、静かなるドンで、あの買いました、 LINE 漫画、インスタによく広告流れてる、そうそう、まあ、あれで気になりすぎて、うん、なんかな、だいぶ、まあ、うん、だってなんか打ったら、うん、いいとか良くないとか言ってなかったっけ、何が、首相、首相が打ったら、ああ、うん、何だっけ、コロナワクチンパスポートみたいな、ね、なんかね、あれ持ってればもうライブも OK みたいな、あとあれは何なの、え、まだ続いちゃって申し訳ない、全然なんか最近ツイッターでさ、うん、ツイッターとかなんかさ、ハンドルネームにさ、うん、なんか例えばハヤテ、なんかアットマーク、ああ、なんかモデルナ1回目スミとか、ああ、いるね、あ、なんだ、俺もしてるしね、お前捨てんの、してない、最悪、してない、お前最悪じゃん、最悪とか言うのよ、最悪じゃん、そういう人は最悪とか言うのよ、政権批判ばっかしてお前本当にやめろよお前、いやでも芸人目指す身としているよね、そう、最悪の人、あれ何、やっぱ最悪じゃないけど、まあ、アピールじゃない、なんなの、あのなんか人類、うん、取捨みたいな、人類選別みたいな、あれ何一回目済みみたいな、ね、うん、うん、お前か書くなよお前やめとけよいいだろ別に正規批判して、でもやっぱちょっと打つとでも言いたくなっちゃうのあるよね、まあね、まあ、一回も打ってますから、やっと打ったから言えるみたいなのあるから、そうそう、でも本当にさ、今年のあ、こうじゃね、9月ぐらいからさ、うん、その年齢が引き下がったじゃん、みんな大体そうだよね、多分ワクチン、そうそうそう、大体30代までとかだったんだけど、あ、俺の、ああどんどんまた今来てるね、そうそう、俺らの世代に、で9月1日からもうその20代取れるようになりますみたいなんで、うん、俺もうほんと朝9時ちょうどピア張りに、あ、マジケットピア張りに、あ、俺そんちょっとさ、なんか未判、うん、ちょっとなんか忘れてたのよ、届いてたの、うんうん、したら来月になっちゃったんだけど、ああお前もう更新更新、ね、もう更新更新サーバー落ちても、もうほんとに、あ、そうやな、まあでもね、いろいろあるよね、意見はね、まあね、打つだ打たないだっていろいろあるんだね、有名人だからいろいろあったりするもんね、あ、そうなんだ、いや、いるよね、打つ、あ、打つ打たない、打つ打たないみたいなさ、何十年後とかになんかねメッセンジャー RNA なんでしょ、これは、メッセンジャー RNA、 お前が打ったやつメッセンジャー RNA だよ、俺、うん、入ってんの、そうだよ、俺の左肩に、お前が打ったのそれメッセンジャー、メッセンジャー RNA 型で、 RNA 入ってんの、お前ブラックライトで照らしてみ、メッセンジャー RNA ってお前書いて出るよ、クライマジで、ブラックライトのガーッてゴシックでかっこいいやん、コロコロの書体でかっこいいやんメッセンジャー RNA ってマジで、え、カタカナ、カタカナ、全部カタカナ、ダッサ、英語だったらさ、そのブラックライトタトゥーみたいな感じじゃん、メッセンジャー RNA らしい、なんなんでメッセンジャー RNA 教えてくれよ俺に、わからん、なんで RNA を、全くわからん、 R1 俺は R1 飲んでっから、いやでもさ、俺思ったんだけどさ、 R1 打っちゃいいんじゃない、いいっしょ、筋肉に
R は打ち込んどきゃさ、僕ほんと平気だろ。僕年間350本は飲んでるの、多分 R あるでも僕平気です。僕はね、はい、R はとポカリ飲んどき、飲んどき、ポカリ打っちゃいんね。ポカリが R は打って、確かにモデルナ、ファイザー、ポカリ、R はってことだよね。はいはい、いいですね。社会派ラジオでいいんじゃない。でもどうですか、このワクチン、やっぱレポートでさね、みんなを少し安心させた。結構なかなか興味深かったんじゃない。そう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 、初めのピンさんのくだりとかどうでもいいよね。そう、結構すいません。いやいや、なんかね、ちょっとうまくいってない感じがしましたけど。いや、いいですね。いいですか。いいんじゃない。ありがとうございます。はいはい、まあまあね、じゃあまあワクチン打った、まあ打ったり打たなかったりしてください。俺はまあ先週、はい、あ、一回休んだじゃん。ああ、放送ね。あれで、なんかちょっと俺ん家来たんだよな、お前。そうなんですよ、俺が。久々に。ね。ほんとに久々。珍しかったね。え？珍しかったね。珍しいってか、このラジオをさ、始めてからさ、そうなの。このラジオ以外でお前と会う機会なかったの。で、このラジオって別に楽しい話しないからさ、そうそうそう、この番組以外もさ、あ、もう会ってすぐ帰るだけだからさ。うん、そうなのよ。まずいなっていう、ね、うん、そうそう。非常に。ちゃんとした話してなかったからさ、ね。そう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 。いや、だからそれ、サウナ。あ、ね、行きましたよ、温泉行ったんですよ。え、ってまあ知ってるんですよ。うん、まあまあ、いや、なんか、うん、だから、あのサウナ行ってさ、うん、あの俺の厚木の周辺のサウナね、そうそうそう、ちょっと車あ飛ばしてさ、はいはい、140キロ飛ばしてさ、行動、あの普通に露天風呂とか普通のスーパー銭湯みたいなとこ行ってさ、うん、行きました。だから俺はサウナ入んのよ、うん、でお前入んないじゃん。俺入んないから、整いたくないから、絶対に整わせないじゃん。手に整わせないでしょ、俺の体は。で、お前がなんかその体とか洗ったらね、うん、俺はサウナ入って、うん、そうそうそう、でちょっと後に俺が出てくるみたいな流れじゃん。まあそうね、俺先に2人でお風呂行く時あるとか、うん、はいはいはい、それです。で、なんかそこは初めて行った風呂だったでしょ、うんうん、でね、サウナなんか狭かったのよ、なんか、うんうんうん、なんかテレビとかなくて、で、なんかちょっといいサウナみたいな。なるほどね。なんかヨモギとかちょっと香ってて、暗くて狭くて、タイマーとかも炊いちゃったし、そうそうそう、炊いてないじゃん、ちょっとブリっちゃってさ、ブリっちゃってないですからね。なんか、うん、なんで俺は訂正するの、なんかちょっとぬるくて、うん、なんか微妙だなとか思いながら、うんうんうん、何人かいてさ、うん、で俺の隣空いてて、うん、なんか2人組入ってきたんだよね。うんうんうん、なんか俺の隣座ったと、うん、見たら、うん、小野伸二、ってんですよ。ちょっと待って、お前知ってる体でいいよ。あ、そう、ちょっとさ、この途中からいかない、うん、この途中からつなげない、うん、そこまでは悪くないから、言ってる体でいいよね、別に。言ってる体で、あ、知ってる体でいいよね、知ってる体でいい、あ、ごめん、反応しすぎた。そう、だからサウナに俺だけね、うん、行って、お前は先に出てきたじゃん、はい、でも俺サウナ普通にゆっくり入ってたんだけどさ、うん、なんか狭くて、中が、はい、で、なんかちょっといい感じのサウナみたいな、うんうん、洞窟っぽくて、はい、なんかヨモギが香ったみたいな、タイマーも炊いちゃったり、タイマーも炊いちゃったりなんかしてねえよ。なんかそれで、まあなんか狭くてさ、ちょっとぬるくて、うん、なんか微妙だなとか思いながら、うん、なんか入ってたんだけど、うん、なんか俺の隣が空いてて、はいはい、で、入ってきたのよ、うん、ヒカキン、セイキンが。ごめん、ヒカキン、本当にごめん。でも真っ白でヒカキン、セイキンって言われちゃったら、もう今頭に小野伸二浮かべてんのにさ、もう壊れて全部ヒカキン、セイキン入っちゃったら。だからまあなんかお前はさ、いつもさ、うん、あの先に行っちゃうじゃん。だから俺ださ、ゆっくりサウナ入ってるからさ、はい、だからなんかそのなんかその中がさ、うん、ちょっとなんかいい感じのいいサウナみたいなところで、なんか狭くて洞窟っぽくて、なんかヨモギの香りみたいななんかしてる感じで、でタイマーも炊いちゃった、タイマー炊いてないんだけど、なんかもうさ、お前がタイマーって言うなと思ったら俺もおかしくてさ、もうダメだ、ちょっと待って、だからもういいや、そのヨモギはもう一旦飛ばして飛ばしていいんだよ、最初から。丁寧にそっからお前がやってくれるから。ああ、もうだから俺の隣がね、空いてたの、はいはいはい、で、なんか普通の男の人2人入ってきて、うんうんうん、なんか俺の隣座ったなと思ったら、うんうんうん、小野伸二だったんですよね。え、言ってたね、小野伸二って分かります？俺は最初知らなかったんだけどね、もうびっくりして、まあサッカー選手なんだけど、ね、うん、はい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 、まあ、ちょっと古い、まあ、15年前ぐらいの全盛期の人なんだけど、うん、
もう今の久保くんぐらいよ。へえ。超もう日本のトップトップ。へえ。小野伸二入ってきて。今の久保くんっすよね。だからもう今の久保くんよりもう上だから。なんなら。小野伸二より上手い日本人いないって言われてるからね。それがさ、入ってきて。ねえ、言ってたな。さすがびっくりして。うん。なんか、まあ、ただ札幌の選手なんだよ、今。へぇー。だから多分こっちになんか遠征とか試合で来てたんだろうね。ああ、寒いからいい。そうそうそう。寒いからとか試合で来てんだよ、毎週。あ、そうです。それでなんか、なんかその他のもう一人選手と来てて。うん。うん、いや、さすがびっくりした、小野伸二は。へぇー。もうびっくりしたよ、ほんとに。うん。なんかベルマーレの選手とかさ、俺らが地元をさ、ねえねえねえ。確かにベルマーレホームタウンだから。お前よく言うよね、あれベルマーレの選手。結構いたりするけどさ、うん、そんなには別に驚かないけど、うん、地元の選手だから。さすが小野伸二、ちょっと俺も4度見ぐらいしたね。もうめちゃめちゃ見ちゃったし。目覚めた。うん。めちゃめちゃ目合っちゃったし。合っちゃった。びっくりしたよ。でも俺声とかかけないけどさ、さすが小野伸二ちょっと隣に来たら俺も驚いて。うん、なんか、いやもちろんコロナ禍だから絶対声とかかけないし、まあまあもちろんもちろん握手とか俺しないけど、うん、でもなんかせっかく俺の隣に面白いに座ってきたからなんか爪痕っていうか、あ、なんかこうラジオでもなんか話してたの、あーなるほどね、どうしようかなと思って、うん、だからちょっと俺のチンコをね見てもらおうと思って小野伸二に。何してんだよお前。ちょうどだからビッグここに入ってきたのよ小野伸二が、うんうん、だからちょうど、うん、だ俺のチンコ見てもらおうと思って、うん、こうやってこうやってね。何やってんだお前は。俺が先にいたから、うん、先に俺が、まあ、狭いからね、俺が出てった、うんうんうん、俺でこうチンコ見てもらって、どうだった、見てもらった、見てもらって、完全に見てた、完全に見てた、あそう、うん、何やってんだよ、ビッグネームに。お前のスモールチンコ。見せちゃって。俺のチンコ。俺の信じに。何してんだ、お前。だけど、チンコみんな忘れたんだよ。ああ。チンコみんな忘れた。俺のチンコ。完全に俺のチンコみんな忘れた。自分のチンコ見せるのでもう頭いっぱいで。頭いっぱいなんね、何で頭いっぱいで。普通チンコ見ようと思うよな。まあね、どっちかというとどんなチンポか。うん。うん、完全忘れてた、もう。うんじゃねえんだ。うんじゃねえんだ。完全もう顔ばっか見ちゃった。あと俺はチンコ見てもらおうともう気がそっち行っちゃって。全部そっちに行っちゃった。完全オンジンジのチンコ見直したやつだよ。何だよお前。びっくりしたよ。ザギフトニュースペーパー。ニュースペーパー。このコーナーは今週気になったニュースを二人が偉そうに語るコーナーです。あくまで個人的な意見とは言えないように、フィクションが含まれる可能性もございますので、ご了承くださいと。そうだそうだ。ニュースですよ。ニュースはなんかあるんですか？今週はちょっと社会派になってますけどね。ああ、そうですね、今んとこ。ちょっと切ってごめん。もう無理だった。切ってダメだけど、すんなよ。もう限界だと思う。ニュースペーパー読んでるとこから。ずっと上がってきて、一回もうこれやっ切っとこうと。はい、ごめん。はい。実写ドラマ、ワンピース。タイトルロゴが公開、うん、第1話の仮エピソード名は原作と同じロマンスダウン冒険の夜明けって、ワンピースね、ワンピース実写化だそうです。なるほど。ネットフリックスで全世界独占配信が行われることが決定している週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画、うん、ワンピースの実写ドラマ、うん、本作のタイトルロゴが解禁されましたと。ほー。まだ第1話の仮タイトルは原作と同じロマンスダウン、ダウン、どうこれ冒険の夜明けに DAWN でねなるという、うん、なるほどね、どっちかな、でこれ、あ、そうなんだ、この1話のタイトルと同じなんだね、なんだね、ワンピース読んだことあんの？3話ぐらいまで、あんの、あんの、あ、そうで、なんかあれだろ、1話は、うん、あのシャンクスがね、うん、シャンクスが腕がなくなっちゃうんでね、あ、そうなの、切られてた、あ、そう、俺物騒だよ、だいぶ物騒で俺やめちゃった。そう、ちょっと物騒、物騒だな、ちょっとノーセンキューだ。物騒、ちょっとノーセンキューと思ってやめちゃったんだけど。なるほどね、うん、あ、そう。過去にも実写映像化のオファーは多数あったという本作ですが、小田栄一郎氏と週刊少年ジャンプ編集部が様々なハードルを乗り越えられると確信できたことから、うん、初めてネットフリックスに実現したという今回の実写化プロジェクト。世界中のファンから熱い視線と期待が送られることは間違いなく、うん、まさに世紀の一大プロジェクトと言える、うん、現在キャスティングも絶賛先行中の本作、今後の続報にもぜひご期待くださいということですけども、まあ、俺もまあワンピース読んだことないんですけど、まあでも実写すんだね。でもネットフリックスなんだね、こんだけ気合入って。でもだからネットフリックスしかダメだ、金がってことでしょ。
ああ。超、だから、うん、パイレーツ・オブ・カリビアンみたいにするんじゃないの。ああ、え、ネットフリックスはそんなに今、絶大なの。やっぱ予算はもうやっぱ桁違いでしょ。あ、そうなんだ。多分だって、あ、そういうことか。なんか海外のほら、ドラマ、うん、今やってるドラマとかもう、うん、1話だけでももう、映画ぐらいのクオリティなんでしょ、ネットフリックス。あ、そんなことになってる。ちょっと俺も入ってないんで。あ、俺も入ってない。一回入って、牛島くん見たくて。なんかネットフリックスで見るやつか。いや、いい作品だけど、なんか全裸監督見たいとかじゃない。牛島くん入って全部見て抜けた。なんかすぐになんか他で見れない。それ、いや、わかんないけど、牛島くんが全話見れますかいだったから。まあ、ネットフリックスもワンピースも読んでないという本当のもうどうしようもないですから、ほんとエンターテインメントの仕事をするというのに、これからなんでこれ持ってきたの。本当に、まあ、申し訳ないけど、まあでもワンピース実写化すごいね。ワンピースだもんね。やるんだね。すごいね。実写化ってなんて、まあだからもう、うん、あんま下手なことはできないってことでここまで伸びたってことでしょ。まあね、まあ、そうだよね。この実写化のハードルだいぶ上がってますからね、今。だってまあ結構こけるのはこけるもんな、日本のアニメのな。マジで誰がやんの、ワンピースの。ルフィキャスティング今考えてるでしょ。うん、ルフィ日本人でやんのかな。うーん、誰ルフィ誰。やっぱ、まあ、底抜けの明るさでしょ、うん、だから、うんうんうん、いや、ルフィ重いぞな。勝又さんとか勝又君、かっちゃん、かっちゃんとか明るいよ。明るいね。おじゃーっつってすげうめえって最高よ。そのキャラクターはバッチシだけどね。バッチシだね。まあだから、うん、でもまあもう賛否両論絶対起こるだろうね、まあ、もうこのワンピースの実写が仕方ないわな。誰なんだろうな、うん、お前え、お前いいけどな。お前ちょっとルフィっぽいけどな。マジで。なんかでも背丈は165ぐらい。ちょっと小柄でしょルフィ。そうだね、確かに。なんかお前ちょっとでもルフィっぽいな。本当に。うん、いいんじゃん。あるかな、もし。あ、じゃあ絶賛考案中でしょ。先行中でしょ。先行中でしょ。いや全然、だって集英社はこれ。お願いします、本当にお願いします。よろしくお願いします。一つ始まったね。うん、大プロジェクト。大プロジェクト、一大プロジェクト。ルフィへの道。うん、ルフィ確かにちょっと今言われて、うん、そんなこと俺言ってくれんと思わないと。お前がルフィちょっといけるんじゃないかみたいな。ちょっとなんか言ってみて。何が。ルフィっぽいこと。ルフィっぽいこと、ちょっとやってみて。ルフィっぽい。海賊王に俺はなるの。いいね。いいの。いいの、これで。いい、それ以外知らないけど。いいね。あ、そう。バッチリ、これ。あ、もう。あ、ほんとに。ば、ハマり役。お前もちょっとルフィになったら、ちょっと俺も、うん、呼んで。俺もちょっと出して。いや、俺も無理やから、まだ一人じゃ。そんな大きいとこ行けない。ゾロ、ゾロやりたい、俺、ゾロ。あ、ゾロ。口、か、あの、刀で。あ、そう、あ、いいね、いいね。さらしで。ゾロはさ、どういう感じなの。やっぱ、く、二万円みたいな。うるわーよアソー太郎にほぼ。え、おたくどうも、読売朝日、読売、読売朝日、毎日読売朝日嫌いの。朝日、朝日かとか確認するから、朝尾さんのもの。おたくだよ、朝日、読売朝日朝野さんですね、今。え、朝野さん。あ、そうですか。いいじゃん。ルフィ。だ、ウソップはだから、ムロツヨシさんでしょ。あ、まあ、まあ、いいね。で、ゾロが俺。そうだな。で、まあ、あ、ナミ？ナミ？ナミは、まあ、だれ、橋本環奈？とは、本田翼？あ、バッサーね。バッサーかな。確かにバッサーいいかもね。サンジとかは、だからちょっと、キザ系だから。あー、サンジか。山崎健人君とかできる。あー、まあまあまあ、まあ、今で言ったら。確かに確かに確かに。いいね、いいよ。吉沢亮君とかね。あと、なんかすごい、グラマーある人いるよね、一人。あの、ロビンだ、ロビン。あー！ロビンは？なるほどね。なるほどね。七尾さんでしょ。確か完全だね。完璧きた。あれもいいで、ちょっと知ってなんかリーゼントの。リーゼントなんか青いやつ。でかい人が。そう。あー。ムキムキの。誰？舘ひろし。リーゼントです、それでも。リーゼントじゃね。リーゼントじゃない、もう。昔だって、
速攻タイム。あれはどうだろう。でかい、でかいグラさんの。あ、そう。あ、青い髪みたいな。誰だ、あれか。あー、出てこない。東京 MER とか言って、鈴木亮平とか。あー、いいかもね。いいか。バッチじゃない。あ、いいね。それで、どうですか？決まってきたね。ねえ、小田さん、ジャンプ。フランキーが鈴木亮平さん、はい。ロビンが七尾さん。はいはいはい。ナミ、本田翼さん。本田翼さん。で、サンジが山崎賢人君。はいはいはい。で、俺がゾウやって、でお前がルフィ。俺がルフィ。荷が重いね、でも。そのワンツーをね、うん、あの大磯町長内から出すという、うん、そうだね。確かに、あの狭い、うん、まああとはまあ今が全部読まないといけないっていうのはあるよね。そうですね。ねえ、今なんか100巻とかまで行ったんだ。100巻まで行ってる。行ってんでしょ。静かなるドンも俺さ、100巻まで行けないから。それも忙しいね。忙しいね。これ忙しくなるぞ。なるな。よろしくお願いします。一つ集英したらさ、もしかしたら分かんねえ、分かんねえ、ひょんなことからこの関係者聞いてる可能性あるから。あるね。うん、ルフィこれ来たな。一つ全然何でもしますから。本当に何でもするでしょ。全然ね、全然やりますから。いかがでしょうか。はい、まあそんな感じですかね。はい、いいんじゃないですか。じゃあよろしくお願いします。はい、俺になります。はい、さて、そろそろエンディングの時間です。はい、ちょっと長くなったからね、音楽ちょっと今日お休みということで、はいはい、あれなんでしょう。はい、ちょっとお知らせしましょうか。はい、このラジオ、うん、今日で終わります。まあ、っていうのは嘘で、あ、嘘かい。嘘でちょっと、もう、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくださいよ。いいんですけど、終わって来週から新番組がやつっていう。ちょっと待ってよってやつ。ちょっとまたカッピロギ記録引きっていや。はいはいはい、ということでね、なんそれ許さないよ。許さないよ。今の捕まえるよ。捕まえて止まって。いやいや、可愛げ出さしてよ、たまには。判定しようか、動画で今 VR やろうか、今 VR うざいな、あの VR もね、わかんないけど。聞いて、はい、だからあれなんでしょ、はい、ちょっと感覚がね。そうですね、毎週上げてたんですけど、うん、ちょっとまあ隔週ぐらいになるかもしれないです、うん、今後、うん、ということで、まあだからもっと気長にこう、うん、なんていうかね、本当に今聞いてくださってる、ここまで聞いてくださってる方は多分本当に聞いてくださってる方だと思うから、まあね、続いてね、もしかしたらそういう方いたら、まあ、本当にちょっと緩く、ね、うん、やっていきたいと思うんで、まあだからまあ本当まあ2週に1回になるか、そうですね、まあ連チャンになるしなるかもしんないし、だからまあ月2回ぐらいかな、まあ、分かんない、隔週でね、まあツイッター見ていただいてね。そうですね、ツイッターフォローしてください。で全然フォロー増えないから、ツイッターね、今週やるよとか言うから。そんな感じで、だから読んでないお便りもあるしね。ああ、そうです、それも全部読みますし、今ありますんで、ぜひ。大変なお便りも来ちゃってるんでね。そうなんですよ、引き続き全部やりますから。はいはい、やりマッカートニー、よいしょ、 VR でやったの。いいじゃん、チャレンジやりマッカートニーみたいな、言わしてよ、キャ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 ってやる。やってください、そういう編集も誰かやってください、ホントに。はい、って感じでね。はい、はい、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。はい、受付詳細は概要欄をチェック、はい、またザギフト YouTube チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします、うん、ということでザギフトの萩原とザギフトの宮原豊がお送りしました。また来週。なんか変だったね、宮原豊。はい、はい、やるかお前、まだまだやるか。